はい、皆様こんにちは、こんばんは、グリード鈴木でございます。エースコンバット2、続きやっていきます。はい、今回は、ベリシマ作戦の、2つ目ですね。ミッション、15? ミッション15の、B、ですかね。抵抗土器集作戦、こちらをやっていきます。Low altitude surprise attack operation. We have received information that the enemy is assembling their air power in preparation for a counterattack on our invasion forces. We must attack them while they are getting ready to make their sortie, which is right now. We will fly at a low altitude below 600 feet in order to avoid radar detection. We will make a surprise attack on the enemy before they have a chance to counterattack.Target, the enemy garrison. It is difficult to maintain low altitude flight, but we must not be detected by the enemy's radar in order to avoid any possible resistance. Take a good look at the lay of the land and proceed with care. はい、ということで、思い出した。これね。いやーそうね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12と。時12で、うち4機がネームドキでやると、いうことですね。ここね、そう、高度 200m よりも上に上がっちゃうと敵のレーダーに発見されてしまうので、それ以下の低空飛行をしなきゃいかんですよ。普通以下です飛ぶのが結構大変で、しかも地形によってね、この高度200を保つのが困難だったりするんだよね、確かね。あーそうですね。どうすかな。なんかここすげえ何度もやり直しした記憶があるんだよな。まあ行きましょうか。また墜落しちゃうかもしれない。地形がすでに邪魔するんですよね。これ、これは超えかけるんだ。高度下げろっていう警告が出てますよね。素直に行くと、こうやって、墜落しちゃうので、これどうやったっけ?どうやったっけな、ここな。まあ、これは、はい、これは、不注意です。このね、この丘は越えられたと思うんだけど、実際でも、高度
200以下で飛ぶと、絶対越えられない丘もあった気がするんで、うん、まあ、ここは、まあ、越えられましたね。200ギリギリ飛べば。いやどうしようかな。どうやったっけな、ここな。いやー覚えてねえな。どうやったっけな、ここな。まああんな感じで、あの、何度か墜落してを繰り返したような記憶がありますね。どうしたっけな、これ。でもなんか、なんかですよ、確かね、これも、まあ、コードに、あの、峡谷のステージミッションの時とは違って、あの、制限高度を、あの、超えてしまっても別に、あの、撃墜されはしないんですよ、確かね。あの、ただ単にレーダーに発見、敵のレーダーに発見されちゃうっていうだけで、別に撃墜されるわけじゃないんです。峡谷のステージは、あの、制限高度よりも高く飛んじゃうと、あの、無条件で撃墜されちゃうんだけど、ここはそんなことないはずなんで、あの、なんか昔、あの、もう制限高度で飛ぶの諦めて、もう最初から、あの、フル加速で、あの、高度200以上で飛んで、ここで敵の基地まで飛んでた記憶があるな。もうなんか敵が、もう迎撃に飛び立ってしまってる。いや、もう俺の腕でなんとかしてやるぜって、あの、もう敵に見つかっても関係ねえって、あの、なんかそんなようなことしてた気がするな。当たってねえんじゃねえの、これ。音楽かっこいいな。
セル打ってくると思わなかった。さあもう終わりかな。最初だけですね、あのハラハラしたのね。あとはまあどうってことなかったかな。あーまた着陸があんのか。あまあでも滑走路だったら大丈夫だね。あの空母の着艦は本当あの難しい。外れちゃうとあの墜落になっちゃうんでね、確かね、確か。はい、よかった今回は大丈夫でしたね。全部やっつけてたっぽいね。うわ稼げるなここ。あこれでラプターが使えますよ。あれああ、そうか。あの、アルファビル作戦で、あの、勲章を取れなかったんだよね。多分それがここだ。だから、そうか。アルファビル作戦で勲章を取ってれば、ラプター使えたんじゃねえか。勲章を取れなかったから、ラプター出てこなかったんだ、多分。多分そういうことだね。性能は上だけれど、スピードはでもこっちの方が出るね。こんな感じだね。ラプターの方がディフェンスも下がるしね。そうだけか。はい、まあそんなこんなで、これはなんで分岐したんだ。アルファビル作戦の分岐はね、味方の空母が無事海峡を通り抜けたら分岐する的な感じだったよね。これはな。Rescue operation of the downed plane. Emergency. こっちがあれ、メインだね。で、多分これが隠しミッションだね。Attack on the enemy's elementary particle lab. あ、破壊した爆撃機だ。Following our attack. あ、オッケー。三角の二機の爆撃機。あれを破壊したからだ。なるほど。はい、としたら、次はとりあえず、墜落救出作戦をやって、で、その次の、
その次に、この素粒子研究所攻撃ですね、をやっていきましょう。はい、ということで、ご視聴いただきありがとうございます。